阿部の駅は、大阪府大阪市阿部の区阿部の筋にある、大阪市高速電気軌道、半海電気軌道の駅、停留場。本校では、廃止された、南海電気鉄道の駅についても記述する。大阪メトロ谷町線の阿部の駅は、旧南海平野線阿部の駅の代替駅として、開業した。島式一面二線の地下駅である。ホーム会は、 シールド工法で建設された。そのため、ホームの壁面が円柱の一部のように湾曲しており、ホーム端部は2本のシールドトンネルをつなげているのに、対し、ホーム中央部は開口部を除き、シールドトンネル状になっている。改札口は、北改札と南改札の2カ所設けられている。北改札は1号で入り口、南改札は3から7号で入り口と直結している。 2011年4月に開業した安倍のキューズタウンと当駅を結ぶ連絡地下道が2014年3月15日に開通した。当駅は平野関区駅の所属で、文の里駅が管轄している。八尾南方面は南海平野線跡地の阪神高速14号、松原線と一体施行されたため、当駅より南東へ大きく曲がる。また、大日方面は安倍の筋。 谷町筋を北上する。乗り場併用軌道区間の途中にあり、千鳥式二面二線のホームを有する。朝ラッシュ時には係員が乗降客の整理のために配置される。2016年12月3日に新軌道に切り替えられるまでは相対式二面二線の安全地帯が設けられていた。現在の駅は上町線のみだが、かつて南海電鉄時代の1980年まで、 平野線と上町線が交差しており、天王寺駅前平野間直通のための渡り線があった。また、天王寺駅前駅が現在地に移転する前は、現在の地下鉄安倍野駅北出入口付近にも、時は通駅があった。乗り場南海平野線の安倍野駅は、安倍野交差点の東南の角にあった。現在は、大阪市道、つもり、 安倍野線の道路の一部となっているため、平用軌道上にあった駅のように見えるが、当時は、安倍野交差点東側の大阪市道、つまり、安倍野線は片側一車線で、その南側が、平野線の専用軌道となっており、同線の安倍野駅も、その専用軌道上にあった。また、平野線のアベ野駅は、1929年に、上町線との直通運転が開始される頃まで、 交差点西側の現在安倍の図書館、安倍の区民センターがあるところの前の平洋軌道区間にあり、この安倍の図書館、安倍の区民センターがあるところにかつて安倍の斎場があった経緯から、上町線の安倍の駅と区別するため、斎場前という副署が廃止されるまでついていた。乗り場大阪シティバス1929年9月1日から1980年11月27日まで。 上町線と平野線をつなぐ連絡線があり、1929年12月8日から平野線最終営業日の1980年11月27日まで、この連絡線を使用して天王寺駅前平野間の電車が運行されていた。安倍の交差点北東角にある南西方向に向かって建てられたトラス構造の鉄柱は、 その連絡線の河川柱として使われていたものであり、その後は上町線の河川を支える支柱として使用されているが、今も残る数少ない王子の名残の一つである。また、安倍の交差点から西側の大阪市道、つもり安倍の線沿い、半海線今船停留場付近までの区間にも、平野線の河川柱として使われていた支柱が残っており、 現在も半海線と上町線を結ぶ送電線用の支柱として使用されている。支柱番号は上町線の起電線を意味する植木となっている。ありがとうございます。